大手携帯電話会社から新たなニーズやトレンドに応じた新しい料金プランが相次いで登場しました。 KDDI は携帯業界で初めて通信料金と金融特典サービスをセットにした au マネ活プランを発表しました。 au ペイカードと au 自分銀行の口座を保有し、そのどちらかで通信料金を支払った場合、毎月800円分の残高還元が受けられます。将来に備えて資産を運用するマネ活で経済圏の拡大を進める狙いです。ソフトバンクの格安スマホブランド Y モバイルはデータ量を最大 33% 増量した新しい料金プランを10月以降に始めると発表しました。ユーザーのデータ利用量が増加していることを受けて、現行の3つのプランを4ギガ、20ギガ、30ギガにそれぞれ増量します。さらにペイペイカードで支払うことで187円の割引が受けられるようにし、経済圏の強化も図ります。